K&F コンセプトさんのブラックディフュージョンフィルター4種類、今日はですね、ご紹介していきたいと思います。僕のようなアマチュアの動画を撮る方、ぜひね、最後までご覧になってください。それでは、行ってみましょう。はい、ひまわりマサでございます。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、 K&F コンセプトさんからこの4つのですねフィルター、ブラックディフュージョンフィルターをですね、1/2、1/4、1/8のブラックディフュージョンフィルターをご提供いただきました。これの効果と作例をですね、ズバッとご紹介していきたいと思います。今回ですね、82mm のフィルター系のですね、ブラックディフュージョンフィルター 82mm ということは、今ですね、これを撮っているですね、タムロンの 17-28mm の F2.8 をですね、67mm ということで、僕がもう一本持っているですね、こちら、はい、ソニーの SEL2470mm の G マスターレンズ、これがですね、82mm 系になっていますので、これにちょうど合うフィルターをですね、いただきました。ちょっとですね、まずですね、この、4種類ですね、1/8まであるんですけども、一番効果が大きく見られるのがこの1番、これがですね、一番大きく、効果が出て分かりやすいので、ちょっとそれの作例をですね、まずはじめにご覧ください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。簡単に言いますとですね、このフィルターはですね、非日常の映像をですね、簡単に、撮影することができるフィルターでございます。このようなですね、はい、フィルターなんですよね。はい、これですね、これが1/2、1/4、1/8ですね。ちょっとこの1/2と/4/1と/8/1でですね、ちょっと種類が違いますので、まずですね、まずこの1/2を見ていきましょう。はい、先ほどもご覧になっていただいた通り、かなりですね、印象的な映像が撮れます。こちらがそのフィルターでございます。柔らかくですね、光源を映してくれるフィルターでございます。で、実際に分かりやすく見ますと、この光源、後ろの光源と僕の肌の感じ、大きく変わりますので、いきますよ。これをかざしますと、ほい。はい。こんな感じで、光源がとても柔らかく映って、僕の肌がとても柔らかくなります。外します。くっきりしますね。はい。これで、柔らかく映ります。これがですね、ブラックディフュージョンの効果でございます。これ1なので、めちゃくちゃ効果がはっきりしています。なので、ちょっと解像度がですね、落ちるんですよ。はい。こうやって柔らかく映すのと、解像度をですね、引き換えにしております。はい。そして、では次はですね、1/2でいきましょうかね。はい。いきますよ。1/2をつけます。お、このぐらいはいいですね。解像度もあまり落ちにくくてですね。はい。効果もしっかり出ます。はい。これが先ほどの1でございますね。1ですと、ほい。かなり柔らかい光源になりますね。はい。
で次が2分の1、はい、かなりこれも違いますよね。こうやって光源と肌を見比べるとやっぱりですね、その効果は一目瞭然ですよね。はいはいね、はい、これをですねフィルター1個で簡単にですね手に入れることができる、いや、いいフィルターでございますよね。はい、でここまではまあ通常のですねフィルターでございますよね。はい、そしてですね、よいしょ、4分の1と半地分の1っていうフィルターがですねちょっと画期的なフィルターなんですよ。はい、よいしょ、パッケージもさっきとは違うんですけども、はい、中身もちょっと違います。はい、実際に中身を見ていきましょうね。はい、かっこいいんですよ。はいはい、これ先ほどのフィルターですね。はい、あれ、これレンズキャップもついてます。はい、よーく見ますとこれが、はい、見てください。はい、3層になってます。はい、いきますよ。どういうことかと言いますと、これがレンズキャップ、ポチ外れます。あれあれ、はい、そしてここに、はい、フィルターがありますね。これが何番だ、はい、8分の1ですね。効果は一番低いフィルターでございますね。はい、それでもこのぐらいの効果が出ますよね。8分の1だとしてもかなりのブラックディフュージョンの効果が出ます。はい、でこれ見てください。まだね2つついてるんですよ。え、2つついてるんですよね。これどういうことかと言いますと、ここが外れます。あれ、外れますね。はい、外れます。これ2つのフィルターなんですよね。これ1個がブラックディフュージョン、そしてもう1個が、あれ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 、指通っちゃいますね。はい、これねマグネット式なんですよね。はい、マグネットでつけることができます。はい、実際にちょっとね見ていきましょうね。これね、これめちゃくちゃいい製品でございますよね。はい、こうやってまずフィルターを装着しちゃいます。はい、はい、フィルターを装着いたしました。はい、フィルター外れます。はい、つけれます。はい、外せます。でこのマグネットがかなり強力なんですよね。ポンと外れんですけども、まあめったなことでは落ちないですよね。でこのレンズキャップがつきます。はい、ワンタッチで付け外しができるんですよ。でまたこれね考えられてるのが、このレンズキャップの方が磁石が弱い、マグネットが弱いんですよ。なのでレンズキャップをつけて外したら、このレンズキャップのマグネットが弱いので簡単に外れるんですよね。この動作ではレンズキャップの方が絶対に先に外れます。はい、これはかなり強力なんで、はい、バッチリとついてます。はい、でこれのいいところがもう一個ありまして、先ほどのように、よいしょ、これがもう一個のフィルターでございますね。はい、これも全く同じパッケージでございます。はいはい、ね、これね外れて、でまたこれも外せますよね。はい、ということはこの4分の1はここにつきます。はいはい、あれ、あ、これ2つですね。はい、ね、これね今8分の1がついてます。はい、8分の1外します。そして4分の1をつけます。このフィルター交換がめちゃくちゃ簡単に行えるっていうね、うん、めっちゃいいですね。はい、タムロンの 17-28mm ですね、ステップアップリングをつけていまして、この 82mm のですね、フィルターがつくようになっていますので、まずはこのですね、はい、ベース部分ね、はい、マグネットがつける炎を取り付けます。はい、よいしょ、
きました。はい、じゃあですね、はい、早速ですね、はい、4分の1つけていきます。カチャ、あ、楽ですね、つけんの。はい、外します。バカ。はい、今度8分の1つけますよ。バジャ、うわー、楽ですね、外します。はい、この取り外しが簡単にできるってのは神ですね。いいですね。はい、めっちゃくちゃいいですね。なので、まあ普通の表現がしたいときはね、外して、じゃあちょっと強めにですね、効果を出したいときはパチッ、はい、ここに4分の1ね、ちょっとだけ欲しい、ちょっとだけブラックディフュージョンの効果が欲しいときは8分の1をつけますみたいな感じで、ワンタッチで取り外しができます。いやー、めっちゃいいっすね、最高です。はいはい、いかがだったでしょうか。以上がですね、今日はですね、 K&F コンセプトのですね、ブラックディフュージョンフィルター4種類、1、2分の1、4分の1、8分の1をご紹介していきました。今これをですね、4分の1のフィルターを使用しております。はい、まだですね、送られてきまして2日しか経っていなくて、1しかまだ試していません。はい、なぜ初め1からやったかといいますと、まあ、このブラックディフュージョンの、まあ、特に1はですね、まあ、飛び道具的な使い方ですよね。はい、一番強烈なんで、まずは強烈なものからですね、使い込んでいくと、あとどのようなシチュエーションで使えばいいかなっていうのが分かるかなと思って、まずは1から使っていきました。で、引き続きですね、引き続きこのフィルター全部ですね、いろいろ作例などを撮っていきたいと思いますので、引き続きチャンネル登録をしてチェックしてみてください。はい、以上がですね、ブラックディフュージョンフィルターのご紹介でございました。この動画が参考になれば、皆さんチャンネル登録お願いいたします。高評価もよろしくします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。Sky.